木造軸組構造。B が、たるきたるき、B やのきげたなどが確認できるたるきは、木造、鉄骨構造などの建築における、小屋組構造材である。とも書かれる。のきげたから、おもやから、胸木の上に等間隔に渡される。たるきの上に、のじいたや、構造用合板などを貼り、屋根下地とすることが多い。多くは、のき天井、ビン等をして隠してしまうが、 構造上のたるきの下に勾配を緩くして化粧材で作ったたるきを並べて作られることもある。この場合、表に出ないたるきのことをのたるき、表に出されたたるきのことを化粧たるきという、かやぶきやわらぶきの屋根の場合は竹が用いられる。他に、社寺建築では、土壌と共に付けられている、おだれ木や二軒というたるきが2段、3段に配置されているものと、手前の 飛燕たるきのように装飾的なたるきもある。一般の木造建築では、流れ方向に平行に一定の間隔で配置することが多い。寄せ棟作りなどの隅木がある場合には、配付たるきと呼ばれる隅木に影響されて、長さの異なるたるきを隅木のある流れに配置する。たるきを一定の間隔に配置することを、たるき割りという。たるき割りは、 たるきの寸法上の中心線というを基準とする、芯収め打ちと柱芯を基準とした手挟み打ちとがある。一般の木造建築では、幅が約3 6 m m に世が約 66mm の角材を、軒桁げたからおもや、胸木に約 300mm 間隔で渡されることがある。このようなたるき割りをまわらありという。社寺建築や古建築では、 前述のものの他に、たるきの木口の幅と性の大きさの合計の分、内方で、たるきの配置間隔を空けた、半茂割り、生の分だけ、配置間隔を空けた、本茂る割りなどの割り方がある。古来中国に見られる、建築文化の影響圏にある古い木造建築や、日本国内の寺院建築等では、胸から放射線状に配置された、扇たるきというものもある。たるきは、 胸着、重や、軒げたといった主要な構造材に接し、それらの構造材に、釘やビスなどによって固定されている。また、たるきが長くなる場合は、継手が生じる。以下は、その接合に関することである。ありがとうございます。